まで良かったチームメイト、まずはバッター編、うん、はい、いっぱいいるけどやっぱり敵に回したくもなかったですね、やっぱり、うん、なんかいやらしいですよね、野球知ってる感じがねはい、はい、ピッチャー編、ピッチャー編か、改めて自分の野球感が変わった、彼からいろんななんか中継ぎのこととか抑えのこと、じゃあどんどんいきますね、はい、仲間で良かったチームメイトまずはバッター編、うん、はい、あ、いっぱいいるな、いっぱいいるけどやっぱり、まあ、今ねメジャー挑戦した鈴木誠也選手、あんな強烈なバッターいないですよね、やっぱり日本代表ね、私メジャーにも行くし敵に回したくもなかったですね、やっぱり、あと誰だろうな、菊池涼介さん、菊池さんは、うん、まあ、バッターとしてもすごいかもしれない、守備としても、うん、なんかいやらしいですよね野球知ってる感じがねはい、はい、やらしいと、なんかホームランも打てるし、しっかりそのバントで自分もそのセーフになろうっていうバントもできるし、例えばその打ち分けれるいろんなところにっていうのもあるんで、すごいやらしいバッターですよね、かな、バッター編は2人、まあ、みんな、まあ、みんななんですけどね、結局はみんななんですけど、その話せるのこれがっていうのがあるのが、まあ、その2人かなっていう感じです、はいはい、続いてピッチャー編、ピッチャー編か、そうですね、黒田さん、チームメイトっていう表現おかしいかなと思うんですけど、なんか、ね、いろんなことを勉強させていただいた方ですね、なんか改めて自分の野球感が変わったタイミングかな、帰ってきた時が黒田さん、あとまあ昔カープにいてソフトバンクに行ったサファテっていうピッチャーいたんですけど、抑えやってた、彼からいろんななんか中継ぎのこととか抑えのこととか、その試合に対するモチベーションの持っていき方っていうのを学びましたね、先生って呼んでました、へえー、それこそあの前田健太投手とかは前田健太さんもちろん、でも野球の話をしててあっちが感覚が天才すぎて分かんなかった、ボールチェンジアップはもう小指で投げますみたいな感覚だったんで、あの人小指でどうやって投げるんだって、うん、入ってすぐは本当前田健太さんにはめちゃくちゃお世話になりましたね、ご飯も連れて行ってもらったりとか、野球もそうですし、めちゃくちゃお世話になりました。じゃあコラボもお願いしないといけないですね。恥ずかしいよね。恥ずかしい。恥ずかしいよね。だからまあやっぱ会ってみたいなと思いますね、久しぶりに。まあコロナなんでね、世間は。ご時世ね。難しいかなと思いますけど、いずれかはそういうことができたらなと思います。その2016年その優勝した後って何して、ホテル帰ってビールかけやりました、やりました、その後あと何したかな、翌年の2017年、はい、優勝した後何してた優勝した後、もちろんビールかけして、うん、じゃあ3連覇の優勝した時は多分広島すごいことになったと思うんですよ、うんうん、優勝した日、うん、ビールかけして、うん、その後逆に